足早く味わえましたでしょうか。子どもも大人も1年で最も楽しみなイベントといえばクリスマスです。皆様のご予定はいかがでしょうか。デートの予約やプレゼントの準備などを指折り数えてクリスマスを待っているという方も多いと思います。クリスマスを大いに盛り上げるためには BGM 選びも忘れてはいけません。しかし世界中で行われるビッグイベントのために携わる曲の数も膨大です。第2部オープニングは数あるクリスマスソングからソリスレリと7曲をメドレーにしたクリスマスキャロルファンタジーを2曲続けてお送りいたしました。続いてはある有名人の曲をお届けしてまいります。日本の俳優、シンガーソングライター、タレント、ギタリスト、ウクレレ奏者、ピアニスト、そして画家、本名は池畑直明、ニックネームは若大将といろんな肩書きを持つ有名人、どなたかお分かりになりますでしょうか。聞こえてきました。正解は加山雄三さんです。ちなみに作詞家作曲家として使っているペンネームは檀耕作といまたもう一つ名前があるそうなのですが、この檀耕作とは尊敬している檀育馬の檀と山田耕作の耕作を由来としているんだそうです。有名人の中に意外にもペンネームを使ってお仕事をされている方は多いのかもしれません。そんな加山雄三さんの名曲から君といつまでも、お嫁においで、サライ、以上3曲をお送りいたします。題しまして檀耕作作品集。穏やか春の日差しが揺れる。
康則一等立候内藤優太力士賞でお送りいたします。まさか本当に会長が歌ってしまうのではないかとドキドキしたんですが、なんとか最悪の事態は回避できたのでほっとしました。演奏中ちょっと緊張してました。続いては1970年代昭和時代に圧倒的なオーラを放って輝いていた超絶的な人気を誇るアイドル山口百恵さん。人気絶頂の最中芸能界を引退し、引退時は21歳、芸能人としての活動はわずか7年半ほど。その後一切メディアに登場することのなかった伝説の存在ですが、平成生まれの方でも今も語り継がれる彼女がマイクを置くラストシーンの姿はテレビなどで見たことがあるのではないでしょうか。最近では息子さんたちも歌手や俳優として活躍されていますが、彼らは自分のお母さんが伝説の存在のあの山口百恵とは知らずに、今となって思い出すとお料理を作っている時にふと歌っている鼻歌が妙に上手だったという印象があるんだそうです。当時昭和を代表する大スターでありながら惜しまれつつ芸能界を引退した彼女の華麗な姿、そして多くの人の胸に刻まれている山口百恵さんの名曲の中から、本日はコスモス、プレイバックパート2、イミテーションゴールド、そしていい日旅立ち、以上4曲を当音楽祭の山口百恵、ユーフォニウム奏者田中千佳子三等陸曹の歌でお届けいたします。それではグレイティストヒット山口百恵。Thank you.
さすがに大Thank you.
1年間になることを心からお祈り申し上げまして、本日はお別れしたいと思います。今日最後まで誠にありがとうございました。22回新春に音楽の理由で全てのプログラムを終了いたします。